母さん、お父さん、お兄ちゃんたちまで、みんな、いなくなってる？これは手紙？ふむふむ？家族は預かった。て、もしかして、お母さんたち連れ去られた？こんばん。ハフハフ。ミステリー案内人です。こんな、無理無理、何これ？今まで食べきった人は一人もいないという地獄のハバネロを使った激辛カレーです。食べきれば100万円ですよ。食べきれなかったら一日皿洗いです。じゃあもう皿洗いでいいわよ。私はもう少し頑張ってみます。さて、今日はあのガーナが激辛にチャレンジするようですが、どうやら理由がありそうですね。それではどうぞ。どうしよう。殺し屋一家アルカラムの末っ子であるガーナはこれまでにないほど焦っていました。昨日まで久しぶりに休みが取れたからと連れてきてもらっていた家族旅行を純粋に楽しんでいたのに、目を覚ますと宿泊していたホテルの部屋から家族が全員亡くなっていたのです。うちの家族が簡単に誘拐されるわけなんてないけど、実際こんな手紙が置いてあるし。ガーナは先ほど一枚の手紙を発見していました。そこには、お前の家族は全員預かった。返して欲しければ500万円用意して丸三角工場跡地に来い。今日の夜まで待ってやる。間に合わなければ家族の命はない。警察に話せばその瞬間に家族を始末する。と書いてあったのです。身代金の請求までされちゃった。どうしようどうしよう。500万円なんて私は持ってないよ。せめて他の家族が一人でもいてくれたら、500万円用意することなどたやすいものでした。しかしガーナはまだ幼く、アルカラムのお金がどう管理されているかさえわかりません。だからって何もしないわけにはいかないし。よし、とにかく街に出てお金を集めなきゃ。ガーナは泣きたい気持ちをぐっとこらえ、外へ飛び出していきました。旅行先のため、見知った人など誰もいません。それでも家族を救いたい一心で、ガーナは走ったのです。絶対お母さんたちを救い出すにゃ！一方その頃。よし、仕込みはこんなもんか。今日もチャレンジャーがたくさん現れるといいな。店長、何度も言いますが。もう激辛チャレンジなんてやめませんか。俺は店長の作る深い味わいとコクが売りのあのうまいカレーに惚れ込んで弟子入りしたんです。それなのに最近ではスパイスをバカみたいに入れた激辛カレーしか作っていない。これじゃ何のためにここにいるのかわかんないっすよ。街中にあるとあるカレー屋で店長とその弟子がこんな会話をしていました。お前の気持ちもわかるが、今さら辞めるなんて無理だ。傾いていた店を何とか持ち直せたのも苦肉の策で始めた激辛チャレンジのおかげなんだぞ。この店はもともと店長がこだわり抜いて作ったオリジナルカレーが看板の人気店でした。少し高級なカレーではあるものの、美味しいからと行列ができるほどだったのです。しかしすぐ近くに安くて美味しいカレー屋ができると客足は一気に遠のきました。店を潰したくない店長は木をてらったことをすべきだと激辛チャレンジを始めたのです。完食すれば賞金100万円、失敗すれば罰金1万円。このチャレンジは初日から大盛況でした。どんな辛いもの好きでも完食は到底無理なレベルの辛さにしたから、成功者は未だゼロ。罰金1万円が続出しているおかげで店も黒字だ。いいことだらけじゃないか。万が一成功者が現れたらどうするんですか。賞金100万なんて払うことになれば、それこそ一気に赤字ですよね。そもそも用意しているんですか。用意はしていない。大丈夫だ、絶対成功者は出ない。それくらい辛い。スパイスの量もこれからさらに増やせばいいんだし。だから、それじゃあ本来何のためにこの店を出したのかわからなくなるでしょ？店長は美味しいカレーを極めたかったんすよね。しかし、店が潰れたら元も子もないだろう。二人がそんな言い争いをしていると、店に電話がかかってきました。
ああ、またか。弟子は眉をひそめ電話に出ました。お電話ありがとうございます。クロニアカレーです。え？はい。うちのカレーを食べたせいで味覚障害になった。それは大変なことですが、チャレンジ前に誓約書を書いていただいていますので責任は取れません。お客様に健康被害が出た場合、自己責任としますと、きちんと記載していて。激辛チャレンジを始めてからというもの、クレームの電話が後を絶ちません。今回のように味覚障害になったという人、腹を壊したという人、毎日のように現れます。電話ならまだしも、怒鳴り込まれることも。弟子が言っていたように、チャレンジ前に誓約書に書いてもらうようにしているため、確かに責任を問われることはないでしょう。しかし、これが本当にやりたいことだったのかと言われると、店長はイエスとは言えませんでした。それでも、やっていかなきゃならないんだ。こんな俺についてきてくれた弟子に、十分な給料を払うためにも。店長は店の前に看板を出し、大きな声で、チャレンジャー募集中だよ！完食すれば賞金100万円！と叫びました。その時です。本当に100万円くれるの？一人の少女が駆け寄ってきました。そう、ガーナです。彼女は街の中で何とかお金を手に入れる手段を探し続けていました。しかし、そう簡単にはいきません。道行く人にお金を貸してと声をかけても、子供がふざけているのだと取り合ってもらえず、もちろん高時給のアルバイトも門前払い。どうしたものかと困っていた時、店長の声を聞きつけたのです。完食したら100万円！何を食べたらいいの？お嬢ちゃんには無理だな。食べてもらうのは激辛カレーだが、想像以上に辛くて体壊しちゃうかもしれないぞ。カレー食べるよ、私。全部食べたら賞金くれるんでしょ？それはもちろん。でもな。お願いします。私どうしてもお金が必要なの。必死に懇願するガーナに店長は優しく微笑みかけました。そこまで言うなら仕方がないね。よし、すぐに準備しよう。カレーができるまでにこの誓約書にサインしてくれるかな。誓約書？カレーを食べてどんな不調が出たとしても、うちは一切の責任を負わない。それでもいいという人にしか提供していないんだよ。嫌なら帰ってもらうしかないが、どうする？サインします。よし、それじゃよろしく頼むよ。店長はサインするガーナを見ながら、この少女にクリアは絶対に不可能だと確信していました。それどころか、ガーナを見せ物のようにして集客しようとまで考えていたのです。子供がチャレンジしていれば、可愛い子が頑張っていると人だかりができるはずだ。チャレンジャーも増えるかもしれない。これはいいお客様が来てくれたものだ。サイン書いたよ。ありがとう。ところで、失敗すれば1万円の罰金って書いてあるのは見たかな？うん。よかった。チャレンジ後に絞られるとこっちも困るからね。それに、お水は1杯だけ。制限時間は30分。これも大丈夫？大丈夫。よし、いい子だね。それじゃあこっちの席に座ってもらえる？え、お外の席なの？そうだよ。みんなに見てもらったら応援してもらえるかも。頑張ってね、ガーナちゃん。店長はサインしてあった名前を確認し、ガーナににっこりと笑顔を向けました。カレーを作ってくれよ。お願いします。店長が去ってから、ガーナはそわそわしながら席で待っていました。店長の思惑通り、店の周りには人だかりができ始めています。え、ここって激辛チャレンジの店だよね？あんな子供が危なくない？なんかすごく注目されてるにゃ。店長、あんな子供にチャレンジさせるって正気ですか？俺だって無理だと思うと言ったさ。それでもやりたいって言うんだからしょうがないだろ。お金が必要らしくてな。クリアさせる気なんてないくせに。なんとしても断るべきだ。俺が今から行ってきますよ。いいから。
無理ならすぐ諦めるさ。集客にもなりそうだから今日は忙しくなるぞ。あんた、なんてことを。弟子は信じられないという顔をしていましたが、店長は気にせずカレーの用意を進めました。お待たせしました。当店特製激辛カレー、全部食べければ賞金100万円だ。来た、絶対に完食してみせる。真っ赤なカレーを見て周りの人間たちがざわつき始めました。こんなの無理じゃねえ、俺らの方まで辛い匂いが。無理じゃないよ、私ちゃんと食べるもん。それじゃあ用意スタート。ガーナはカレーをスプーン一杯にすくい上げ口に運びました。すると飲み込んだ瞬間、全身から汗が噴き出すのが分かりました。辛いというより痛い咳が止まらなくなり、涙も鼻水も出てきますほら、やっぱり無茶だよ。どうする、やめるかい。食べる。ガーナはポロポロと涙を流しながら二口目を口に運びました。思わず小さな叫びを上げてしまうほどの辛さ、いや痛み。さすがに店長もかわいそうだと思ったのか、三口目に行こうとするガーナを止めます。もうやめときな、ガーナちゃん、完食は無理だってわかっただろう。いやだ、邪魔しないで。これ飲んで、せめて辛さを和らげるために。弟子が慌てた様子で駆け寄ってきます。手には砂糖たっぷり入れたアイスミルクを持っています。ありがとう。あ、でもそれはルール違反だにゃ、飲み物はお水一杯まででしょ。そんな、本当にルールに従って完食するつもりか。もちろん、私はこのカレーを食べきって賞金をもらうにゃ。その100万円で家族を絶対に助けるんだから。ガーナはなおも涙を流しながら手を止めようとはしませんでした。アルカラムの修行で鍛えた鬼の忍耐力のおかげか、その目に諦めは見えません。頑張れ、いけるぞガーナちゃん。いつの間にか周りのヤジウマたちは懸命にガーナを応援し始めました。頑張る、家族のために。ガーナは応援を力に変え、さらにスピードアップ。その姿に心打たれたのか、店長までも。頑張れガーナちゃん。店長、完食さえされてしまえば100万円支払わなければならないにもかかわらず、必死に応援するようになっていました。そして、食べきった。残り時間3分でガーナは無事激辛カレーを完食したのです。うわー、すげー。ガーナちゃん、これもう飲んでいいから。ありがとう。ガーナは弟子が差し出した激甘アイスミルクを一気に飲み干しました。へえ、口の中が大変なことになってる、しびれる。大歓声の中、店長はガーナに向かって拍手を送りました。すごい、完食したのは君が初めてだ。俺の負けだな。へえ、私の勝ち。でもね、完食できたのは店長さんのおかげでもあるんだよ。え？このカレー確かにびっくりするくらい、もうおかしいんじゃないかってくらい辛かったけど、辛さの奥に美味しさもあったの。そのおかげで食べきれた。ちゃんと美味しかったよ、ごちそうさまでした。あ、でも今度は普通の辛さで食べたいかな。ガーナが言った何気ない一言に店長は胸を打たれました。そうなのです、彼は美味しいカレーを作ることをやめてはいませんでした。きちんとこだわったカレーを作り、そこに激辛スパイスを足していたのです。辛くするのだから味にこだわる必要はなかったのですが、なぜかそこだけは妥協できないでいました。店長、そうだったんですか。俺はスパイスを足すことしか許されていなかったから気づけませんでした。あんたまだ美味しいカレーを提供することを諦めきれていなかったんだ。そりゃそうさ、そのために始めた店だったんだから。店長、ガーナちゃん、おめでとう。約束通り賞金を払わなくっちゃな。
ただ高額だから賞金は店にないんだ。今から銀行に下ろしに行こうと思う。急いでいるようだったし、一緒に来るかい？あ、下ろしてすぐもらえたら助かります。わかった。それじゃあ行こう。再開は2時間ごと集まったお客に伝えてくれ。その間の仕込みは任せたぞ。はい。こうしてガーナと店長は2人で銀行に向かうことになりました。その道中、ガーナちゃん、賞金で家族を救いたいと言っていたが、どういうことなんだい？なんでもないにゃ。まさか家族が誘拐されているとも言えず、ガーナは目を泳がせることしかできません。何か困っていることがあるなら協力したいんだ。君は俺の目を覚ましてくれた。できることがあるなら言ってくれ。ガーナは悩みました。100万円手に入れても身代金にはあと400万円も足りません。店長に言えば何とかしてくれるかもという気持ちが芽生えたのです。あのね、その時、いたいた、はお、まだ金は下ろしてないのか。だから銀行付近で待ってようって言ったんだ。まあいいや。おっさん、さっさと金下ろして俺らにちょうだい。突然チンピラ二人組が絡んできたのです。どうやらさっきのガーナのチャレンジを見ていた野獣馬の一員だったらしく、賞金に惹かれて後をつけてきたようでした。そんな、賞金はこの子のものだ。誰にやろうが一緒だろ。なあお嬢ちゃん、怖い思いしたくなければ俺たちに賞金譲ってよ。そうそう、100万くれればおとなしく帰るからさ。絶体絶命、そう思った時、向こうから誰かが走ってきました。あー、邪魔するな。お前、お弟子さん。店はしっかり閉めてきました。でもやっぱり店長たちのことが心配になって追いかけてきたんです。大金だからガーナちゃんを狙うやつもいるかもしれないと思って。案の定でしたね。弟子はファイティングポーズを取り、チンピラたちの前に立ちはだかりました。お前戦えるのか。少し格闘技をかじっているんで、なんとかなると思います。それなら俺も戦うぞ。ガーナちゃんは下がってて。ガーナちゃん、ありがとう弟子さん。店長さん、でも本当に時間がないからのんびり戦ってられないにゃ。私が家族を助ける。こんなところで邪魔されるわけにはいかないの。ガーナはおもむろに爆弾を取り出し、チンピラたちに投げつけました。え？な、ば、爆弾。ガーナちゃん、君は一体。最初からこうすればよかったんだ。もう時間もないし、お金はないけど、とりあえず約束の場所に向かわなきゃ。待って、どこに行くんだ。実はね。ごまかすより話した方が早いと考えたガーナ。爆弾を使う様子も見られているし、今さら下手に隠す必要もありません。家族がさらわれたこと、身代金を請求されていること、もう時間がないこと、すべてを説明し、ガーナはこれから強行突破するつもりだと伝えました。すると二人はひるむどころか協力すると言い始めたのです。子供が頑張ろうとしているのに見捨てるなんてできない。そうだな、警察も頼れないとなると大人は俺たちだけだ。行こうガーナちゃん。ありがとう。こうして三人は約束の場所、ブチネコ工場跡地へと向かいました。ここだにゃ。犯人が何人いるかわからないけど、三人で一気に行けばなんとかなるよ。そうだな。緊張してきた。無理だと思ったら逃げてね。私の爆弾にも巻き込まれないように。それじゃあ行くよ。3人は息を整え、突撃。工場の中に入っていきました。しかし、え、あ、あれ、ガーナ。そこにはなぜか縛り上げられた犯人たちと、普段と何ら変わらない様子の家族たちがいました。どういうこと？つまり今回はわざと捕まってあげたってこと。組織を一網打尽にしたくてね。アジトも突き止めたかったし、ちょうどよかったのよ。でも家族旅行してたじゃん。犯人たちを油断させるためだよ。
僕たちが旅行しているという情報をわざと流して誘拐の計画を立てさせたんだ。アルカラモを狙った組織がいることは掴んでいたからね。でも私置いていかれたんだけど。末っ子で幼いから見逃したものだと思っていたのよ。まさかあなたに身代金の請求をしていたとはね。本当に悪どい組織だわ。なんだ、よかった。力が抜け座り込んだガーナを兄弟が取り囲み頭を撫で回します。お兄ちゃんたちも無事でよかったにゃ。何にしてもよくここまで来たわね。怖かったでしょうに、偉いじゃない。で、その二人は誰なの？ガーナはあっけに取られている店長と弟子を紹介しました。激辛チャレンジで賞金をもらい、身代金に当てようとしたこと。この二人はその店の従業員だということ。家族が誘拐されたと話したらすぐについていくと言ってくれたこと。そうだったの。一般人を巻き込んでしまって申し訳なかったわね。娘がお世話になりました。いや、何がなんだか。ガーナちゃんの家族何者なんだ。このままにしておくわけにはいかないわ。きちんと処理しましょう。まさか始末しちゃうの。やめて。お母さん、確かにいろんな事情を知っちゃったけど、この人たちは本当に親切で。ガーナ、私のことなんだと思ってるの。そこまで鬼じゃないわよ。でも彼らの記憶をこのままにしておくわけにはいかない。発明したばかりのあの装置の出番ね。装置？何も心配しなくていいよ、ガーナ。あれ、なんでこんなところで寝ているんだ。おい、起きろ。あれ、店長？おかしいな。俺たち何してたんですっけ？わからん。ん？手紙が置いてある。娘がご迷惑をおかけいたしました。ほんのお礼です。店長、これ見知らぬアタッシュケースが置いてあったんですけど、中身お金ですよ。なんだって？アタッシュケースには現金1000万円が入っていました。これはもちろんシュガーたちが置いていったもの。店長と弟子の記憶を1日分ゲス措置を施し、彼らの前から姿を消したのです。店長、何が何だか分かんないっすが、このお金があれば。激辛チャレンジをやめて以前のように美味しいカレー屋さんを目指すことができる。なあ、最近は嫌な思いばかりさせていたが、まだついてきてくれるか？もちろんっす。うおー、完食です。案内人さんすごいわ。それにガーナの家族愛も泣けたわね。私も次こそ絶対完食してやるんだから。さて、あの後カレー屋さんがどうなったのかはこの後のおまけで確認してくださいね。それではまた、バイバイチーン。この甘口カレーがいい。大人2人は中辛、子供たち4人は甘口でお願いします。はい、ありがとうございます。大人気だね、お店。おかげさまで。ところで、どこかで会ったことはありますか？なんか懐かしい感じが。はじめましてだよね、お母さん。そうね、カレー楽しみにしているわ。その日ガーナたちはこだわりの美味しいカレーを十分に楽しめたようです。やっぱりカレーは美味しく食べられる辛さが一番ですね。